こちらはさばけるチャンネルナレーションバージョンでございます。講釈師のリズムと勢いを感じ取って上手にさばいてくださいまし。今回はアジを大名おろしでおろしてまいります。まず頭を左向きに置き、包丁で表身の鱗を引き、尾から包丁を斜めに入れます。ゼイゴを取るのでございます。スススッ、そのまま裏返します。包丁で裏身の鱗を引き、表と同じように尾から包丁を斜めに入れます。ゼイゴを取ります。スススのスッと、裏身にしたまま頭の上から斜めに包丁を入れます。頭を落します。一思いにズバッ、腹びれを落とし親指で内臓を取る。内臓は優しく取ってくださいまし。鱗、腹の血合いを洗います。よく水気を取ります。残っていると臭みになるので丹念に。はい、裏身の頭から包丁を入れます。中骨に沿って尾まで一気に切り下げ、片身を剥がす。はい、ズバッと裏返し、表身も同様に尾まで一気に切り下げ、片身を剥がします。こちらもズズッズッズバッと、背骨側から寝かせるように歯を入れます。包丁を立てて腹骨をすきます。繊細に。こちらも忘れず繊細に。はい、アジの大名おろしの出来上がりでございます。